改めてノーマルです。こんばんは。ちょっと、しばらくコラボ待機中かもしれない。しばらくの間。そう。つながるからね。だけど、ずっと待ってます。多分まだ花江ちゃんの準備ができてないので、そう、ちょっと待ってますね、気長に。早い、え、でしょ、だから終わった瞬間始めるって言ったやん。そう、今日はうまくいくといいね。そうそうそう。準備ができたら、コラボの申請出しますね。はい。ありがとうございます、皆さん。あ、そっか、通知来たから皆さんみんな来てくれてる。ありがとうございます。今から滑舌よくしとかないと。そうですね。生麦、生卵っていう準備しときましょう、皆さん。そう、いつ頃準備ができるかわからないけど、ちょっと待ちますね。私も準備します。花江ちゃん通知まだ来ない。あ、まだ来ませんよ、多分。うん。先配信始めててって言ってたから、ちょっとお待ちいただくことになります。ごめんね、みんな。ワンちゃん15分過ぎになるかもしれないけど、まあ、申請出しときます。よいしょ。私ずっと髪巻いてる。ずっと練習してるんですよ。よいしょ。こんばんは。今日は花江とのコラボ配信なので、ちょっとお待ちください。ねえ、何して、見てほしい。ねえ、何してもさ、ストレートになるんだけど、どういうこと？あ、これを、巻くことになったら、ちょっと、もうちょっと頑張ってみるね。ちょっと、巻いてる。頑張ってる、今。ごめんね。ごめんね、なんか、早く花には見たいよって思うと思うけど、ごめんなさい。磯部ですみません。磯部だけで。少々お待ちください。明日何時から配信しようかなと思ってて。でも本当に早朝になると思います。私も早く起きれるように頑張るし。みんな明日の朝、明日も仕事だよっていう人いますか？仕事だよっていう人いらっしゃいますか？頑張ろうね。頑張ろうねっていうか頑張ってね、本当に。私は、なんだろう。丸取りさんに出演するので、ベルニャンは多分ありません。はい。お仕事いらっしゃる。頑張ろうね。私も、マルドリーさん、ちゃんと、生放送だとさ、本当に緊張するから頑張ります。そうだね。明日、柏崎もありますね。そうですね。そうなんですよ。私は出演しないんですけど、もし行かれる方は楽しんできてください。仕事です。ファイトなり、それは。ファイト。頑張るわ。丸取りさんどれくらいぶり？ですね。結構久々かもしれない。なんか、前回が本当に9月とかだった気がするから、そう。本当に久々です。嬉しい。9月ぶりの出演かな？ありがとうございます。こんばんは。私、ここにいるので、ある。ありがとう。お、行く？お、楽しんでね。私も行きたかったけど。生放送頑張ります。みんな見たらちゃんとスクショしてね。イソベルは。え、これさ、本当に花江ちゃんとコラボ配信できるかな？ずっとルア一人だったらごめんね。ちゃんとできるといいんだけど。それは、どうかな。ちょっと私だけだったらちょっと企画を考えますね。
ばんは。トナニャン、お忙しいかな。ね。地元なので、あ、え、柏崎の風の陣ってテレビでやるんですか。え、テレビなのあれって。ちょっと目的は別で柏崎風の陣に行くよって。あ、そうなんですね。他の方ですか？コーティシーさんとかもね、そう、出られるようで。あ、ベルちゃんの番組、ありがとう。そう、コーティシーさん。花ちゃんと仲いいの、もちろん、同期ですんで。花にゃん。でも最近は、ちょっとお話し、あ、あ、会ってないかもしれない、最近。そう、だからこそ、配信で久しぶりってやる。いちごのグミ食べて待って録画してある。ありがとう、嬉しい。録画したよって人いますか。丸鳥さん、下のいただきます。ちなみに友達にも宣伝しておきました。土曜日出るからよろしくねって。そしたら、わあ、そん時お家にいないやって言われて、録画しとくねって言ってくれた。録画した、ありがとう。当たり前、ありがとうね。嬉しい。ありがとうございます。あれ、明日よろしくお願いします。頑張る。頑張るね。もちろんありがとう。ありがとう、録画。ありがとう、ありがとう。ね、いつだろうね。ごめん。え、なんか私、なんかしといた方がいいかな。花江とのエピソードとか話しといた方がいいかな、これ。ね、待ってる方いらっしゃいますよね。すいません。もしかしたら、花江ちゃんのファンの方もしかしたら、こちらで見てくださっているかもしれない。どうしよう、なんか喋っておこう。どうしよう。そうだよね、いらっしゃるよね。花江ちゃんとはもう本当にオーディションの時からの付き合いなので。今日の笑い声おかしい。そう、もう本当にずーっと今日のぬいぬい。今日のぬいぬいはじゃあ起き上がりこぼしで、はい。ぬいぐるみじゃないんですけど、ちょっとぬいぬい、ちょっとなんか今日のコツコツって感じなんですけど、起き上がりこぼして、はい。花江にも聞こう、今日。今日のぬいぬいはって。笑顔のお花咲いたよ。爪痕ガリッとね。おーって気をつけてびっくりした。めっちゃお待たせした。やっほー。ねえ、お待たせしました。嬉しい。うん、ごめんね。何だよ。久しぶりっていうか、うちルアちゃんとコラボ配信したことあったっけ？ない、初めて。初めて。テロップ書いていい？ちょっと待って、鼻通って。テロップ書く。書こう。めっちゃ縦なんだね。そう、コラボ配信の機能あんまり使ったことない。え、花江はコラボ自体はしたことある？え、コラボ自体は、なんか一緒に、隣に行って一緒にやるコラボしかしたことない。あ、ユーナとしてた、それもしかして。そう、ユーナちゃんとかしたけど、この画面あんまり見た記憶ない。え、ってことは初めて？初めて、あ、待って、一回だけね、これもゆうなちゃんなんだけど、うん、通話の記念配信みたいなので、コラボしたんだけど、
本当に初期の頃。してたね。あの、なんだっけ。ごめん、熱対戦、ごめんね。本当にやばかったけど、あの、あれ以来ぐらいのコラボの人生を作ってる。懐かしい。あのツアーのやつでしょ。そう。懐かしい。ね、懐かしいね。あの時結構さ、まだ配信慣れをさ、誰もしてなかったね。うん、え、そう、本当にショールーム始まったばっかで、うん、ツアーの配信もやりますって言われて、うん、え、どうなるんだろうっていう感じだった。うんうん、そうだよね。今何のお話してた？え、何のお話？え、普通に待ってた。待ってた？ごめん。全然いいよ。全然。ごめん、めっちゃ押した。急すぎてさ、なんか、今から始めるねとかさ、あるかと思ったら急になんか横にバーンって現れたから。ごめん。ありがとうね、よかった。確かに。そう、さっき、ね、前から、あの、時間やばいと思って、連絡をしたんですけど、そこで、また連絡するって言ってしないでいきなり、なんか、通知が来てたの。コラボ配信のリクエストが来てますみたいなのが来てて、わかんないから、とりあえず押してみたら、そのまま始まっちゃった。あ、そうなの？だって、それは急だね。なんか、使い方がわからなすぎて、普通に始めてからコラボを申請すればいいのかとかわかんなくて、探したらなんか、あ、なんか開始しますかってなっちゃって、あ、もう始まるのかもしれない。急だったね。めっちゃ急だった。でもなんかでも直前に話してたのは、花江ちゃんとはもうあの、オーディションの時からずっと出ますって言ってた。うん、なんか、オーディションで話したメンバーが、うん、多分ルアちゃんしかいない。そう、私だけなんです。あ、でもゆうはちゃんは見た、見たは見た。あ、見たけど、そう、めっちゃポニーテールが印象的で覚えてるけど、うん、他はだってもう本当に申し訳ないけど、合格してから、あ、こういう子もいたんだ。そうそう、え、ルアもルアもルアもだってさ、私たちさ、うん、その候補生のさ、人たちが座ってるじゃん、うんうん。一番前にいたからこそさ、誰の顔も見れなかったじゃん。うん、ね。え、そう。そうだよね。そう、誰にも話しかけられない中、ルアちゃんは話しかけてくれたから、もう自分からなんて話しかけられない状況で話しかけてくれたから、ちょっと緊張がほぐれて、めっちゃ覚えてる。よかった。なんかダンス、そう。でなんか話しかけた気がする。なんか、大丈夫って声かけてくれたような気がする。そう、確かそうだった。その時の曲、あんまりないけど、マジ、うん、多分踊れてなかったから気づいてくれたのかなって気がする。なんか、確か私はその、たまたま隣に、うん。行って、そう、なんか、テーブルも同じだったから、うん、そう、話しかけてみようと思って。思ったよりも、あの、こんな声で、こんな声だった。わかる。そう。え、でも今日さ、声違くない？そんなことない？今日そんなことない気がする。枯れた半分。枯れた？歌ってきたの？え、でもそう、なんか声が、うん、あ、そんな声されてるんだって最初に声を発した時にびっくりされる。だいたい初めてのこと。そうそう、なんか、見た目と結構、見た目よりも声がふわふわしてるかも。ほんとに？うん。ギャップギャップ。なんかさ、うん。今日、あの、夕方に配信してたんだけど、その時に、あ、うん、あっち向いてホイをルーちゃんがやりたいって言った。そう！言ったの！で、うん。あっち向いてホイできるのかなと思って。うん。あのね、めっちゃ時差やばいけど。え、そうだよね。でもその自分を信じて後出しをしなければなんとかなるんだよね。うん、わかった。やってみる？やってみる？いつぶりのあっち向いてほい、小学生ぶりぐらいの気がする。え、そのくらいだよね。やらないの？普段はやらない。やらない。え、じゃあなんだろう、うん。じゃあ、ね。ほいってやって。ん？ん？あっち向いてほいってやって。うん。当たったら
ら、じゃあ、それで勝ち負け決めよう。もう一回で。一回決めるっていうか。そう。ちょっと一回やってみよう。やってみよう。できるかわかんないけど、やってみよう。多分大丈夫。いくよ。うん、せーの、最初はじゃあ、じゃんけんぽい。ああ、いこうですか。一緒。大かな。いきまーす。はい。あっち向いてほい。あー、当たんない。よしよしよし。いくよ。せーの。最初はグッズ。じゃんけんぽい。あー、かなかった。よ。あっち向いてほい。おー、当たんない、全然。よしよしよし。いくよ。せーの。最初はグッズ。じゃんけんぽい。え、なんでだ。だって弱すぎ。いや、いいよ。あっち向いてほい。あー、やばい。待って、なんでかわかんないけど、ジャンキン今日だけ強い。なんでえ、だってこんなにさ、つまんないことあるか、ごめん、なんか、ジャンキン鬼弱いんだけど、って。ごめん、ごめんなさい。私がただ単に負けただけなんだけど、ごめんなさい。なんか、接戦でもなくごめんなさい。なんか、そうだ、待って、あのね、なんか猫耳をつけてほしいっていう、あのコメントが、うちのとコラボ配信の時につけてっていうコメントが来てて、うん、それはですね、ぜひルアニャにやってもらうしかない。ねえ、やだ、ねえ、ないし。そうだよね、でもないよね、いきなり言っても。あ、この猫をスクショする、ちょうどいい、なんていうの、スクショタイムですよ、皆さん。猫です。え、なんかさ、今日髪かわいい。え、ありがとう。そう、さっきね、配信で巻いてたんだよね。全然巻いてない。なんかリボンかなんかついてる？あ、蝶々がついてんの。あ、かわいい。ありがとう。なんていうかな。逆に今日ね、配信で髪巻こうとして失敗した。あ、失敗した失敗した癖が残っている。あ、わかる。なんか失敗するとさ、なんかさ、ストレートじゃなくて、ちょっと、おにゃってなるよね。え、そう。まっすぐに頑張って戻そうって何回もやったのに、もう無理だった。直んなかった。なんか何、なんて言うかな、ね、ルアニャン。うん。ルアニャン今一人ニャン。だから、ルアニャン飼ってくれないかニャン。うわー、怖い怖い皆さん聞きました？合ってる、これで。ハナニャン合ってますか？どうですか？判定大丈夫ですか？あざとい。めちゃめちゃ。もう、毎週やるしかないと思う。やだ毎週わかんねえもうね、ハナニャンは冬眠しに行ってしまったから、しばらくもうね、出る予定ないから。でもさ、もうちょっと夏なんだけど、うん、冬眠してるの、まだ。うん。季節関係ない。ま、季節関係ない夏でもしっかり洞窟の中でこうやって寝てるから。あーらららら。あと、ハナニャンじゃなくて、なんだっけ、なんか、タヌキとかもあるよね。タヌキ？タヌキ、なんか、おしゃべり会でさ、つけてなんか、なんだっけレッサーパンダ。レッサーパンダそれ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 。あれね。レッサーパンダ。うん、そう、なんか着ぐるみでレッサーパンダの思ってて、うんうん、なんかでも、顔のところはレッサーパンダだし、尻尾もちゃんとあるんだけど、体だけ見たらただの真っ黒。本当に配信で来た時に頭がこうやって切れてて、うん、何にもわかんないし、ここ真っ黒で、わけわかんないことがある。結構前に。そういうレッサーパンダ。ごめん、充電が切れる。ちょっと待って。待って、それは大変。ちょっと、今すぐ充電頑張って。ちょっと待って。よし。すごい。あわあわしてますね、花井さん。お、いけた。よかった。ちょうど刺しててよかった、充電器。よかった。危ない。危ない。よかったよかった。タヌキ。タヌキ。レッサーパンダだったな。でもよくアライグマとレッサーパンダが分かんなくなるっていう人いる。え、ハルチュンにもさ、レッサーパンダ貸してたくない、うん、なんか。うん、そう。貸してたよね。レッサーパンダ。なんか、うん、いつだっけ、なんか、何か貸してほしいみたいな言われて、うん。貸したらめっちゃ気に入ってくれてた気がする。ねえ。なんか、休憩時間もずっと来てうろうろ、先輩方の周り歩いてた記憶ある。うろうろしてたよね。いつでも、あ、いつでもレッサーパンダ来て？
あるよ。え、マジ？あ、でも、あの、夏はね、おすすめしない。めっちゃ暑いから、うん、あの、めっちゃじゃないけど、絶対夏にやったら汗だく。オフライン汗だくで、なっちゃうか。うん。え、でも、オンラインおしゃべり会あるよね、ガッタファンの。そう、あるんですよ。7月かな。うん。もう半年以上ぶり。考えてるの？すごい。何も考えてない。え、ギャル、ギャル、ギャル。ギャル？え、結構ファンの方に好評なんじゃないかな、ギャルって。花江ちゃん。いや、そんなことない、多分。え、そんなことない。なんか、インパクトは強いから、初めて来た方に、うわ、すごい、何やってるんだろうっていうコメント、どうしたんですかみたいなコメントが来るけど、慣れてきたら別に、なんだろう、あ、ギャルやってるな、ぐらいの、なんかもう、皆さん慣れてもらっしゃいますよね、きっと。なんか、イベントの時もやってたよね。うん。版画を。そう。こっちだけ、ギャルにして、ね、うん、でも失敗して、全然うまくできなかった。え、あれ失敗？あれで失敗？そうなの？めっちゃうまくない？うん。めっちゃ失敗した。なんかね、うん、今までやった時の方が、もっと時間をちゃんとかけてやってたのに、うん、もう3、4回目だから大丈夫だろうとか思ってたら、うん、一番失敗して、ガッタガタ、なんか白いアイラインが、ガタガタの、うん、つけまつげ全然ついてないよ。つけまつげっていう、事故ってた。本当に、あのね、花江がオンラインの時にギャルメイクで会場入ってきたのがマジで印象的で。花江がどうしたみたいな。そう、一番最初にギャルをやった時はもう多分衝撃が強すぎて、うん、あの先輩方も、え、どうしたのそのメイク。そうそうそう、みんな写真撮ってたよね。私も写真残って。写真撮っていいってめっちゃ言われた。ね、花江のギャル。え、なんか、うん、ルアちゃんは決めてるの？オンラインこれやりたいみたいな。え、決めてない。え、レッサーパンダ借りようかな。え、うん、全然いいよ。あ、いいな。うん。あの、尻尾は映んないけど、うん、頭は映る気がする。本当に？うん。いいな。できる、あの、だけ涼しいところの環境の時に。そうだね。クーラーガンガン効いてるところで。うん、え、レッサーパンダ、じゃあもしよかったら。え、全然言って。そう、なんか3期さ、みんなそれぞれコスプレだいぶ持ってるから。うん。なんかさ、なんかそう、交換していきたいよね。うん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 。ね。みんなそれぞれいろいろ持ってそう。うん。あと、花江ちゃんの地雷メイクも大好きで。嬉しい。かわいい、あれ。え、ほんとに？うん。でもなんか、地雷メイクとこっちと半分でやったの。こっちだけ地雷になって。うん。こっちだけ、ん？こっちが地雷だったのか、そう、こっちが地雷でやったときに、こっち側のメイクが普段のメイクだったんですだけど、なんか気づいたらどんどんメイクが濃くなってるみたいで差が少なくなってた。気づいたら。あれ？みたいな。もうちょっとかなり違いがあったはずなのに、アイシャドウの色とか、それぐらいしか違いがわかんない。なるほどね。なんかでもさ、花江の、なんか地雷の印象がないからこそ、うん、なんか、系統地雷でも可愛いなって思って。嘘。嬉しい。え、本当に、地雷の服何でも持ってるから、全然貸すよ。でもさ、地雷系の服さ、めっちゃ似合ってるよね、そう。なんか。ルア？そう、私服結構地雷系のさ、多くない？そう、最近ずっと地雷かもしれない。え、そう。めっちゃ可愛い。いつでも貸すから、いつでも言って。え、嬉しい。ね、花江って早口言葉できる？全くできない。え、ね、ちょっと早口言葉対決をしてみたくて。え、いいよ。配信で話してた、うん。ちょっとファンの人からお題をもらって。うん。お、あ、なるほどね。やろうやろう。できたことない。ルアーも本当にないから、マジで。いい勝負になるかもしんない。ね、さっき負けたのがちょっと悔しい。本当に。ホイすらできなかったもん、ルア。え、でも時間あったら後でもう一回やろう。多分ね、もう一回やろう。リベンジ、リベンジ。うん、ね。あとなんかさ、指すまやりたいっていうのも言ってた、もしかして。
指すまわかる ?1 位とか2位とか。そう。せーの、1位、2位、みたいな。やっぱりさ、神奈川ってせーのなの?せーの、1位?掛け声?うん。せー、一せーのかせーのかな。はぁー!やっぱり違う!違うの?誤解だ、その言い方は。誤解の言い方だ。普通指すま1位、指すま2位とかなんだけど。なるほどね。でもまず指すまっていう言葉を使ったことがなかった。なんか、一世のおせって言ってた。この呼び方を?そう、これ、この。一世のおせやろうみたいな。友達とやることはまずなかったから、親とたまに、なんか飲食店行って、待ってる時にやってたけど、うん。せーのやろうとか一世のやろうって、お父さんがやってくれたら、一緒にやってたけど、指すまって、使ったことなかった。なんや、てい?てい が出ました。え、なんやてい?そうなんだ。指すま1、指すまやろうぜって感じだったんだけど。結構友達ともやってた?うん、めっちゃやってる。今でもよくやってるかも。そうなの?うん。周りの友達、多分全く誰もいなかったから親としかやったことない。ほんとに?うん。こう。早口言葉のお題が来てない、何も。いや、わかる。それな、ルアも何も来てなくて。あれ?あれ?あれ?この部分だけ配信されてなかった。遠慮せずに何でもコメントを、うん、何でもいいよね。うん。じゃあ指すま合わないかもね。一世の多い。一世のが多いかも。あ、でもそうだね。一世のせの人いるね。ルアも。でも指すまってさ、何の略なの？そう思ったんだけど、なんか、うん。なんかどうやら、うん。スマップさんの、なんかテレビで、それが、そういうこと?そう。そうなの?発掘されたというか。なんか全然想定外の。そうなの?私もなんか分からず指スマって言ってたから、そう、今日知ったの、それを。そう。なんか、スマッシュか、なんか、スマッシュ。スマッシュなんか、スマッシュブラザーズみたいなゲームなかったっけ?スマブラね、そう、スマブラって言うから。そう、なんか、戦うのあるから、指でやる戦い。なんだろうって、その考えはしたことなかったわ。そう、なんか、その番組で、できたらしくて、でも私も生まれた時から指スマだったから、あ、そうなんだ。そう、生まれた時から私は指すまって言ってた、もう。そうなのね。なんかだから、じゃあ文化とかなんか地域とかじゃなくて人によるのかね。どうなんだろう。なんか他にさ、そういう地域で違う呼び方とかあるかね。なんかさ、でもあっち向いてホイもさ、それこそ違うとこありそうじゃない?確かに。あっち向いて、ソイみたいなね。ソイ大好き。ぽい。ぽい。いや、ありそう。ありそう。いや、あるかな。あ、なんかさ、なんだっけ。あんたかったどこさんみたいな。あるじゃん。あんたかったどこさ。ひっこさ。ひっこさ。熊本さ。熊本どこさ。へっこさ。みたいな。へっこさ先輩さん。これ、歌わかんないかも。なんかめっちゃこれが地域によって違った気がする。そうなの?なんか、そもそも言葉があんたがったどこさ、あんたどこみたいな、そもそも言葉がよくわかってないから。俺はもう。自分がどこかわかんないけど。うん。でもなんか違った気がする。そっか。でも普通に歌ってたかも、それは。大丈夫。ケンケンパーとか普通にケンケンパーやってた?うん、ケンケンパー。ケンケンパー、ケンケンパー以外ないか?うん、あ、待って、これだ、グーパーじゃんけんだって。ああ。グーロっていう、グーロパーって言ってる。え?違う?初めて聞いた。
ますよって言ってんだけど。違うの？グッバイヤスとか。え、な、な、え？なんて言った？え、全然違くない？え？グッバイヤス、グッバイヤスみたいな。か、それか、あの、グッポ、グッドパーで分かりましょうみたいな。あ、チョキだ。分かるかも。なるほど。グーロ？グーロです。ロはどこから来た？わかんない。グー。グーロ、グーロ、グーロッパ。すごい。これも、それか、違うのが。なるほど。初めて聞いたわ。ね。ロも初めてだ。他に、グッパージャス？ジャス？すごい。でもそもそもの普通の言葉でも、うん、なんか自動車学校？なんかなんだっけ？なんかさ、車高って言わない？言わない。言わない？教習所。あ、本当に？え、教習所とかじゃない？とか、え、そう。なんだろう、あと。でも私も教習所とか、あ、社学、うん。自動車学校とかなんか言ってたんだけど、新潟の方は、社学か社交かなんかで言うって、めっちゃ見て、うん。最初聞いた時は、社学とは何ですかっていう、ハテナだったの。なんか、ゆうなちゃんかな、なんか、新潟来てすぐぐらいに、なんかたまたま話してたら、社学が出てきて、社学って言葉が出てきて、うん、社会に学ぶ？なんか社会を学ぶのか。確かに社学だね、それは。うん。まさか自動車の社が取られてると思わなかった。確かに新潟は社学って言うかもしんない。社学は初めて聞いた。マジ？うん。社交はやったことないけど、社学は、そう。よく聞くね。え、それ新潟限定なのかな？新潟だけ？でもなんか、結構全国バラバラだった気がする。そうなんだ。調べたことあるんだけど、なんかね。調べた？うん。自動車校とか、うん、教習所、自動車学校、社交、社学。なんか本当に地域によって様々で面白かった。へえ、そうなんだね。すごい。でもまあ、教習所でも伝わるけど。うん。確かに、社学かもね。自動車学校。自動車学。社学ここの、前半の最後と後半の最初をくっつきました。そうそう、ベルちゃんみたいな感じ、ベルちゃん。ベルちゃん。イソベル、あ、ベルです。そう。てかさ、ベルちゃんってさ、呼んでるサンキいなくない？確かに。ルアかもね。たまに萌えがベルちゃんって言ってくれるけど。うん。あれ、花江はルアちゃん？大体ルアちゃん。そうだよね。そうそうそう。リリカも、やっと、磯部さん呼ばわりが、なくなって、やっと。やっと、磯部さん呼ばわりが。ルアちゃんです。最近やっとルアちゃんになりました。でも、そうなの、リリカも花江ちゃんって言ってる。うん。リリカちゃんって呼んでる。でも、違和感あるって言われる。なんか、リリカちゃんのことを、みんなリリカ、リリカって呼ぶから、リリカちゃんって呼ぶと、うん、あ、リリカちゃんみたいな。確かに、リリカ、なんか3文字はね、呼び捨てしやすいんだよね。うん。だから、花ちゃんも花江って言ってる。え、どっちがいい？呼び捨てか、ちゃんか。うん、でもメンバーだったら本当に、それぞれ好きなように呼んでくれたら。本当に？何でもいい。うん、じゃあ、ファンの方からは、うん、なんて呼ぶか、やっぱり花にゃん。絶対やだ。もう、え、待って、ちょっと待って、メンバー何でもいいとか言っちゃったよ。嘘ついた。ダメ。メンバーそれだと花にゃんって言い出す人がいるから。ダメ。絶対はるか言う。もうダメ。メンバーは、はい、花江ちゃんが花江の好きな方でご自由。そうね、どちらか一つね。うん。
ファンの方は、一応推奨は花江ちゃんだけど、うん、でもどっちもいる花江っていう方もいるし、でも意外と花江ちゃんの方も多いし。なるほど。なんか、ニックネームがない。ちゃんをつけるか、そのまま。そうだね。なんか、公式のニックネームにもさ、花江ちゃんって書いてあるしね。そう、書いてある。え、なんかさ、ニックネームとか、今後変えたくない？ホームページの。え、わかる！ベニッペとか何？みたいな。あとみんなのさ、みんな書いてあるのが、初期のから、1年半以上経って変わってないから、それ誰が呼んでるんですかってニックネームが書いてある。わかる！わかるわかる。ルアシを追加したいんだよね、ルアは。なんか、なつきちゃんのとこにさ、にゃんで。なんか、ナツリンって書いてあった気がして。誰も呼んでない。ナツリンやばい。ナツリンすごいよね。逆に NG、NG でそのところの枠を作りたい。NG、ハナニャン。なんでそんなにハナニャン嫌ってるの？え、なんか、ずっとニャンニャン言ってると、本当に。うん。恥ずかしいし、あーね。旗から見たときに、え、この人大丈夫かなって思われる。あれ、初見さんの方とかにね。なるほど。うわーって思われそう。それはないと思うけど、でも、好評なイメージなんだよね。でも、でもいつ冬眠から解放されるの？全く予定ない。全く予定ない。うん。もう今後一切やらない可能性も全然ある。ね、やばい、それは。なんか、おしゃべり会でたまにリクエストされたら、その時だけやってるけど、でもそうじゃなかったら本当に、なんか、ショールームイベント、今回の時に久しぶりにやったけど、それの前が前回の参加したショールームイベントなの。イベント限定だったりするかもしれない。え、そう、最初に、はなにゃんが生まれたのがショールームだったから、うん、ショールームではたまにやってるけど、なんかそれ以外で自分からやるメリットはないし、メリットしかない。メリットだよ、メリット。え、だってもう二十歳なの。いや、いいじゃん！てか、はなや、誕生日がもう少しだね、もう少し。でもまだあと3、4ヶ月ある。4ヶ月もう少し。もう少し。え、でも、ルアちゃんもう花のセブンティーンだもんね。そう。セブンテインです。セブンテイン。テイン。え、21歳かな？花にゃんは。花にゃん？うん、花にゃんって言っちゃった。花にゃんは21歳だにゃん？やだ！絶対やだ！え、あのね、今ね、スタッフさんから花にゃんって呼ばれてんの。え？待って、スタッフさんにも？え、それはやっぱりさ、ニックネームを変えるべきなんじゃない？うん、定着したってことだよ。もう、一日も早く、時が流れて忘れ去られてもらうしかないの。一日でも早く。え、そう。なんか、あの、配信してた時に、あの、もちろんファンの皆さんに向けて、言うのも恥ずかしいけど、これをメンバーとかスタッフさんが見てたら恥ずかしいって言ったら、見てるにゃんってコメントが来たの、スタッフさんから。もう、やばいよね。冷や汗、もう暑くて暑くて、もうちょっと本当に消えたかった。だからなんかさ、自分の配信を見てもらってるって、ちょっと緊張するよね。そう、配信本当になんか、素で、なんかその時思ったことを喋ってるだけだから。恥ずかしい。なんかその、連絡してくださった方お一人かなと思ってたら、一緒にいる、何々さんと何々さんもと一緒に見てる恥ずかしい、それは。今すぐそれは切りたいね。もう消えたい。消え去りたい。本当に、もう、一番暑くて、もう、その時暖房つけてたんだけど、急いで、やばい。暑すぎて、もう。え、じゃあ、スタッフさん公認ということで、あれじゃない？もう、コールも、花にゃんでいいんじゃない？やだああ
え、もうちょっとで初日じゃんだって。え、そうだけど。マックとでさ、鼻にゃんで。やだ、絶対やだ。マックスとかでさ、鼻にゃん。絶対やだ。じゃん。にゃんいないもんだって今、大人で。レイニアさんがいらっしゃる。にゃん、にゃんじゃないけど、にゃーだから。にゃー、確かに、あ、ちょっと紛らわしくなるか。そう。もう、レイニアさんのイメージだから、私が話してるったらもう。え、でもコール楽しみだね。普通に、花にゃんじゃなくて、コール。でもそう、先輩と一緒に出る、公演も初めてだから、先輩のファンの方のコールは、もっと熱いのかなっていう。緊張する ?29 日。え、めっちゃ緊張する。え、緊張する？出れないのが本当に悔しいけどさ。絶対、DMM で見るね。え、嬉しい。楽しみにしてる。楽しみ。え、でも一緒に出れたらいいね、なんか。そう、出たい。え、花江のさ、ユニット楽しみなんだけど。ユニット本当になんかかっこいい曲とか、かわいい曲とか、セクシーな曲とか、うん。3期生の公演じゃなかった曲ばっかりだから。確かに。うん。なんかでもその分難しい。表情が、なんか、笑顔か、それ以外かになっちゃうの。うち、二択になっちゃうから、うん。笑顔じゃない中で、かっこいい、大人っぽい、なんだろう。なんか、探しきられないのが、悩み。ああね、確かに。え、なんかさ、パーティーは、なんか、かっこいい、なんかセクシーな曲とかもありつつも、なんかフレッシュがね、やっぱり、あったよね、もう曲自体。うん。やっぱりもう、初めての公演だから、とにかく元気に、短期生の勢いをみたいな感じだったから。え、でもそのスタンスでいいと思う。そうかな。うん。でもね、気づいたらもう54分なの。あ、本当だ。やばい、スクショタイムしよう。スクショタイム、なんかやりたいことある？ 10 時までだから。え、版画をやりたい。あ、いいよ。ちょっと待って。同じぐらいの大きさにする。うん、私が近くなるね。あ、ほんとに？うちもちょっと下がって。あ、待って。もっとこっちだ、これ。どれぐらい？あ、高さが違う。うま。ほう。いけてる？ん？え、でもよくね、見てたの。コラボ配信のみんながやってる、こういう反応。ほんとに？初めてやった。いいんじゃない？いそうな顔かな？ありがとう！意外と、なんか、普通の顔だったかも。本当に？うん。ありがとう、半顔。え、あと何がいいかな？なんかある？あ、にゃんしよう。スクショだけだったらいいでしょ、にゃん。にゃん、ポーズ。あーポーズだから。にゃん。ありがとう。あと何だろう、ね、え、なんかさ、ルアちゃんのさ、猫の手のやり方がめっちゃ可愛い。あ、え？こう。可愛い。肉球。え？ちゃんと肉球。うん、ただの具。ただの具。めっちゃ可愛い。確かにちゃんと肉球にするにはこういう。うん、これどうにゃん？うん。ぜひやってみてにゃん。むずいわ。なんか。ベルボーポーズってあったっけ？これで、こう、目を見開く。え、いける？花にゃん。大丈夫？あ、いける！ね、ありがとう！目の見開き具合がすごかった。全力で。ハートしよう、ハート。あ、ちょっと待って、どこだ？お、あ、難しいね、合わせるの。オッケー。ありがとう。ありがとう。楽しかった。またあっという間、またしようね。うん。ごめん、そう、うちがちょっと、だいぶ遅れちゃったから。全然。
お疲れ様だ。結局、あれもやってないし、指すまもやってないし。指すまやってない。あの、なんだっけ、早口言葉もやってない。やってない次やろうね、絶対。そう、約束。やろう。また、予定立ててやろう。うん、なんか意外とあっという間で。え、そう。そう。全然今日は、あの、予定がなかったら2時間でもよかったぐらい。え、わかる。また予定合わせて配信しよう。うん、しよう。ありがとうね。はなにゃんの、いつも壇上読むのは、確か、スクショしてるよね、スクショのポーズ。え、でもね、スクショタイムとはしてなくて、適当に一緒にポーズも読みながらとやってるから、その中で、撮りたかったら撮ってね、スタイルな。あ、そうなんだ。え、じゃあいいよ、やって、やって。私もじゃあポーズしてるから。ポーズに、あ、いいよ。特別バージョン、ぬーちゃんがポーズしてくれる。なんていい。スクショ、スクショ。よし、1位から読みまーす。そう、1位から読んじゃう、いつも。あ、いいよ、全然。なるほど。1位、ライスちゃん、花だけ、ありがとうございます。花ポーズしてくれてる。2位、たかしさん、ありがとうございます。3位、さんそうさん、ありがとうございます。すごい、ポーズのバリエーションが可愛い。4位、フロゴルバーさん、ありがとうございます。5位、ジェジェかっこ鎌倉の夫婦さん、ありがとうございます。6位、パンダの帝王さん、ありがとうございます。かわいい。7位、ジェイスターさん、ありがとうございます。ちょっと待って、時間やばそう。8位、ブサボーさん、ありがとうございます。9位、星の鼓動は愛さん、ありがとうございます。10位、エヴァさん、ありがとうございます。10位、わかんない。アセトーさん、ありがとうございます。12位、リエちゃんズさん、ありがとうございます。13位、富安と花吉さん、ありがとうございます。あははー、ありがとうございます。ちょっと途中からよくわかんなくなったポーズが。じゃあ、行きますね、ルアン。ありがとうございます。13位、ひじゅうからし、ありがとうございます。12位、かずちゃまし、ありがとうございます。11位、ドスドスサンドのアザラシクジラし、ありがとうございます。10位、ひろし、ありがとうございます。9位、かきひこし、ありがとうございます。山田のピクチャー氏、ありがとうございます。7位、厚尾氏、ありがとうございます。6位、五代優作氏、ありがとうございます。5位、春507氏、ありがとうございます。4位、プロゴルファー氏、ありがとうございます。3位、ポンポン氏、ありがとうございます。2位、アイスラストマイル氏、ありがとうございます。そして1位は、チャカ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 ポイポイ、てっぺんがわしです。ありがとうございます。ありがとう。あ、30秒だ、ごめんね。バイドアが10時までだから。うん、でね、ありがとうね。ありがとうございました。皆さんもありがとうだね。ありがとうございました。皆さん来てくださって。ありがとう。ありがとうございました。また配信します、きっと。ねえ。これも配信。あ、そっか。またしようで。ありがとう。私も。ありがとう。またね。バイバーイ。切ります。